こんにちは。イブですね。イブ。メリクリー。メリクリー。メリークリスマス、イブ。どうも皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日のクリスマスイブはいかがお過ごしでしょうか。どうです。公園に私が出ていないということで皆さんちょっとね、結構ここ毎年公演、そう、いや久しぶりにそのクリスマスイブの日に公演に出なかった。あ、ちょっと聞いてよ、今日さ、あ、やばい、あ、やばい、すっかりツイートするの忘れてた、やべ、今日あれなんですよ、私実はちょっとみんな忘れてるかもしれないけど私もちょっとあのですね、今日劇場公演にデビューして5年なんですよ。実は忘れてたでしょ。あのね、ファンの人がねツイートしてくれてるのを見て、そうだそうだってなった。いや多分ね、私も忘れてたわけじゃないけど忘れてたから多分みんなそんな感じだろうなって思ったね。いやなんかもう5年も経つとさ、わかんないよね、こう時の感覚が。そうでした、研究生公演の初日が私の公演デビューの日、公演初めてフル出演する初日と呼ばれるやつだったんですけど、そうなんですよ、あの日から5年。私もあの日のことめちゃくちゃ覚えてる。なんか初日おめでとうって言い合ってたりしてたのすごく覚えてるありがとうございます。もうあの日から5年なんですね。早いね、10年の半分ってことでしょ。そうだね、で明日昇格してから3年なんですよ。そうなんです、このクリスマスイブ、クリスマスは私にとって結構大きい日、さらに大きい日になっていて、 NGT のこう活動が。はい、まあでも昨日、とりあえず今日、5年前の今日、え、怖っ、あれから5年経つの。めちゃめちゃこの前なんだけど、本当についこの前。パーティー。でででででで。早いな。明後日で19歳6ヶ月。そうなんです、怖くない？なんかね、本当に19歳になってからの6ヶ月がめちゃくちゃ早くって、なんでなんだろう、怖い。え、あの19歳の6月26日の誕生日を迎えてからがすっごく早いんですよ。あの史上最高に今めちゃくちゃ早い半年を過ぎてて、
すっごく怖いの。なんで？すっごく怖いんです。何かな、これ魔法みたいにめちゃめちゃ速くて、わかんない、めっちゃ怖い。はい、本当に速くてどうしようって思ってる。そう、あと半年で20歳。早いよね。ほんとこの半年が特に早くって、年々早くなってるのかな。ねえ大人になってますね、着々と。劇場公演は正直すごく苦手分野だったんですけど、今はすごく好きな場所になっていて、もう私にとっては本当もう土俵みたいな、はい、戦場なんて言うんだろう、本当職場ですね。職場なんて言えばいいの？いやそりゃそうだけど、なんだろうな、なんか本当にでもなんかすごく苦手意識があったんですよ、パフォーマンスすることに。はい、なんですけど、なんか最近はまあ苦手がなくなったかどうかって言われると全然そのあれなんですけど、でもなんか自分なりにこうしたい、こうするというこだわりができることって、一つなんかそれにすごく夢中になって向き合えてることだなとも思いますし、きっと好きだから続けられたことなんじゃないかなって。でも私好きなことに対して好きだっていう風に気づくの遅い気がしていて、結構こう本当もう難しい、夢中になってそれに取り組むタイプなので、なんか結構苦しい時期もたくさんあったんですけど、どんな時も劇場がねこうなんだろう、真顔で温かくなのか、まあどんな時もこうずっていう、まあ劇場さんはそうですね、真顔で、はい、見守ってくれてたなっていう感じなので、本当に何だろうな、劇場は私のことを褒めたりもダメ出しも褒めたりもどっちもしないじゃないですか、当たり前ですけど。はい、そっとでも背中を押してくれるような場所ですかね。中立な、そう、今日劇場で株式会社ハルーラになるって動画が流れてんだけど、あ、そうなんですよ、私もねびっくりしたんです。サンタさんからのあの手紙で、はい、ありがとうございます。 NGT のあの運営会社がハルーラになるということでですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、本当に。
とうとうだねそうなんです。劇場も湧いてた。あ、本当ですか、ありがとうございます。いや、サンタさんが言うのでありがとうございますやったやった、ついにね、社長ですね、ありがとうございます任せてください。ということで、クリスマスはね、もう皆さんにとっても大サプライズだったと思うんですけど、まあね、心配はご無用ですはい、私はね、そうなんです、ずっと言ってた空中ブランコを設立、はい、なんかメンバーからもね、裏にこうカメラをつけてほしいだとかっていう、なんかいろいろ希望がね届いてたっぽいので、やっぱり私にこうそろそろついてくるメンバーが出てきたってことですよ。うん、よかった。昔はね本当に人望がなかったんですけど、最近ははい、これやっぱ日々のね社長活動がね実を結んで、はい、メンバーからも頼られるような遥かになってきたのでありがとうございます。そうなんですよ、うん。まあちょっとね、今日は公園に出てないということで、みんな寂しかったのかな寂しかったのかな。そうだね、そうなんだよね、ということなので、皆様、私が次出るのはね30日なのでね、30日によかったらぜひ、あ、そうなの、今日の日中になんかピンポンが鳴ってですね、ね、ゆうさぎさんのケーキだったんですよ。めっちゃ嬉しくって、めっちゃ嬉しくって、ネギうさぎさんっていうのは私の推しのネギのうさぎさんなんですけど、なんかネギうさぎさんのインスタで前々からクリスマスケーキのご予約っていうのがあって、それを見て、いいなって思っててで、なんかママに見せていいなって、でもママって本当に行動力がなくて、そうないのね、だし私の言ったことを結構忘れがちなんだけど、でもまさかまさかそのネギウサギのダメ元でいいなってぼやいて見てたら、今日冷蔵庫の中にそれがいらして、めっちゃびっくりした。嬉しすぎる。ネギウサギさんのクリスマスケーキ嬉しい。
そう、中いちごだった。そうなの。え、めっちゃ美味しかったよ。なんか多分あのネギウサギさんたちのこう何あれあれなんていうのレコーディングされてるもの絶対違うな、なんて言うんだっけあのさコーティング絵が描いてあるところがさ多分レモンの風味、レモン風味なんですよ。そう、それがめっちゃこうなんかケーキ全体のバランス、はいもうそうなんです、揃えててめっちゃ美味しかった。中いちご、なんか選べたって言ってたママが。え、そうなの。ああ可愛かった。え、でもネギウサギが真っ二つに切られるところを私はちょっとうっって言いながら、いやワンホール行けるわけないじゃないですか行けたらすごいよ、ワンホール行けないわ。辛かったですね、それは。そうなの。ハルルならいけるでしょ本気出せばいけるかもしれない。はい、初めて推しを食べました。初めてです。複雑な気持ちとそれを後から上回るような幸せな気持ち。ネギウサギは私のお腹の中にいます。これで私もネギウサギですね。はい、そう、一心同体。インスタ見てきた、かわいい。え、ありがとう。そう、さっきインスタにネギウサギさんのっけてたから、よかったら見てください。あ、いいねとコメントとかよかったらはい。小川さんが朝起きたらネギウサギになってないか心配ですなってるかもね。明日の朝私はネギウサギさんかもしれないね。推しを取り込んだんだね。そう、いいね、推しを取り込みました。昨日は何をしていたんですか。推しを取り込みました。それにしよう。フォローしてきます。え、ありがとうございます、嬉しい。ということでね、皆さんハッピーメリークリスマスイブですよね ハッピーハッピーハッピー よっこいしょ、よっこいしょ。はい、ということで、今年のクリスマスイブ、クリスマスも割と静かに幸せを
感じながら過ごしています。こんばんは、こんばんは。なんか世の中が結構クリスマスですね。外にもう溢れるほど人がめちゃくちゃいる。人がめちゃくちゃ歩いてました。びっくりしました。なんか今日はラブラ混んでたわ。あ、やっぱりパリピがいた。そうだよね、そう思った。私もそう思った。キラキラした人たちがたくさんいて、私は普通の日常、まあちょっとクリスマスだなみたいな日常を過ごしていたけど、なんかすごいやっぱりキラキラした人々がたくさんたくさん、サン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 。あ、さっきね、M1 見てましたよ。そう、やっぱ見なきゃなって思って、あれ優勝されてた令和ロマンさん、そう、なんかめちゃめちゃ面白かった。あのさ、決勝のやつでさやられてたさ、あの最初のねやつがめっちゃ好きだった。あのそう、作業単純すぎてみたいな言ってたけど、めちゃ複雑なやつしてたのが面白かった。もうツボでした。もう最初から掴まれました。普通に結構大笑いしてたから、それはそれは、はい。ちょっと今あのね鼻声なんですけど、あ、弟はねさやかさんって言ってたな。胃袋をつかまれた。あ、そうですね、胃袋はもうあのネギウサギが入った胃袋だったので、結構ネギウサギが抵抗してくれた。でもいや、めちゃくちゃ緊張するでしょうね。すごいね、なんかあんな生放送でさ、すごい早口だしさ、ねえ、すごいわ。あ、やばい、あと3分だって。皆さん、なんか今日もゆっくり喋っちゃってたら終わっちゃいますね。あと3分でとりあえず壇上の方をじゃあ読みますね。13位もっちょさん、12位いかっちさん、11位みつおきさん、10位ゆうじさん、9位しんいちさん、8位てっちゃんさん、7位高田さん、6位ゆららさん、5位おしょうさん、4位まーちさん、3位としやさん、2位ぴょんぴょこぴょんさん、1位かんくろうさんです。ありがとうございます。はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。本当にねイベントごとにね、そこまでこうなんかついていこうとしてない自分がいるんですけど、でも来年からはね、こうもうちょっとイベントごとに突っ込んでいくような人になった方がこうなんか人生楽しそうだなと思ったので、目指してみたいなと思います。
ということで、メリークリスマスイブでした。皆さんも良いクリスマス、良いお年を、良いクリスマスを。明日もねクリスマスなので、あ、てか明日がクリスマスなのでね、なんか明日がクリスマスなので、はいクリスマス、良いクリスマスをお過ごしください。バズタイムズのポーズ、バズイー。はい、またね、おやすみなさい。メリクリーマシテでした。ネギウサギさん可愛かった。食べちゃったのに悲しい。食べちゃったネギウサギさんを布教したいです。おやすみネギウサギさん。ネギ、あなたのところにもネギウサギさんがやってくるよ。はい、ありがとうございました。風邪ひくなよって、ほんとね。